ダブルダッシュとは、コーナーでドリフトの後にダッシュを2回使うことです。スピードを急速に上げることでドリフトによる減速を抑えることができます。では詳しい操作手順を見てみましょう。右ボタンとドリフトボタンを押すとドリフトに入ります。適当な位置までドリフトしたらカートの向きを調整し始めます。ドリフトボタンを押したまま左ボタンを押します。ダッシュボタンが点灯したらドリフトボタンを離しダッシュボタンをタップします。ダッシュボタンをもう一度タップするとダブルダッシュが発動します。WCW ブーストはドリフト後のダブルダッシュの間にニトロを使用するブーストのことです。ドリフトでニトロが溜まった場合の使用に適しており、 CWW ブーストに加速がやや劣りますが効果の持続が長いです。では詳しい操作手順を見てみましょう。右ボタンとドリフトボタンを押すとドリフトに入ります。適当な位置までドリフトしたらカートの向きを調整し始めます。ドリフトボタンを押したまま左ボタンを押します。ダッシュボタンが点灯時にタップを押してください。ニトロ獲得後ニトロボタンを押しダッシュボタンまでスライドすると WCW ブーストが発動します。CWW ブーストはドリフト後にニトロを使用し、その直後にダブルダッシュを使用することです。ニトロがある状態での使用に最適です。一気に加速しましょう。では詳しい操作手順を見てみましょう。右ボタンとドリフトボタンを押すとドリフトに入ります。適当な位置までドリフトしたらカートの向きを調整し始めます。ドリフトボタンを押したまま左ボタンを押します。ダッシュボタンが点灯したらドリフトボタンを離しニトロボタンを押してダッシュボタンまでスライドさせます。 CWW ブーストはもう一度ダッシュボタンをタップで発動します。カッティングダブルダッシュはドリフト後、カッティングによりカートの向きを速やかに補正し、続けてダブルダッシュを行うことです。ストレートでニトロを貯めたい、または加速が必要な時の使用に適しています。では詳しい操作手順を見てみましょう。左ボタンを押してドリフトボタンを軽くタップします。ドリフトボタンは押したらすぐに離してください。45度程度までドリフトしたらカッティングでカートの向きを調整し始めます。まずは右ボタンを押します。続いてドリフトボタンを2度軽くタップします。2度目は押したまま離さないでください。カートの向きが元に戻ったら右ボタンを離します。ダッシュボタンをタップします。もう一度ダッシュボタンをタップするとカッティングダブルダッシュが発動します。ブレーキングドリフトはドリフト中コーナー内側に衝突しないようブレーキボタンを押して軌道を後ろに引っ張ることです。では詳しい操作手順を見てみましょう。右ボタンとドリフトボタンを押すとドリフトに入ります。コーナー内側にぶつかりそうです。ブレーキングドリフトを使いましょう。右ボタンを離してブレーキボタンを押します。衝突が回避されました。ブレーキボタンを離してください。ブレーキボタンを離します。壁キックダッシュは壁や相手にぶつかった直後にミニドリフトでダッシュを発動させ、衝突後のスピードを直ちに元に戻すことです。では詳しい操作手順を見てみましょう。車両全部が壁に衝突するとサイドスリップします。壁キックダッシュを使いましょう。右ボタンを押してドリフトボタンを軽くタップします。
ドリフトボタンは押したらすぐに離してください。ダッシュボタンが点灯時にタップを押してください。ドリフトバウンスはドリフト中、車体が壁に側面衝突して生まれる反動です。ドリフトターンが間に合わないコーナーを通過することができます。では詳しい操作手順を見てみましょう。壁までの距離が近すぎます。ドリフトバウンスを使いましょう。右ボタンとドリフトボタンを押すとドリフトに入ります。カートの武器が正常に戻りました。サイドドリフトはドリフトに入ったばかりの軌道を外側にシフトするテクニックです。カートがコーナー内側に衝突を避けるために使用します。では詳しい操作手順を見てみましょう。ドリフトボタンを押したら右ボタンを押し、左ボタンまでスライドさせます。正しい位置になりました。正常にドリフトできます。ドリフトボタンを押したまま右ボタンを押します。とはドリフトに入ったばかりの軌道を内側にシフトするテクニックです。半径の大きなコーナーに適しています。では詳しい操作手順を見てみましょう。ドリフトボタンを押したら右ボタンを2度軽くタップします。2度目は押したまま離さないでください。クイックターンはドリフトを途中で終わらせることができます。連続するコーナーでの使用がおすすめです。では詳しい操作手順を見てみましょう。右ボタンとドリフトボタンを押すとドリフトに入ります。ちょうどいいドリフトの角度です。クイックターンの準備をしましょう。右ボタンを離してドリフトボタンを2度軽く押してください。稲妻は前方にいる全ての相手プレイヤーを減速させます。稲妻を順位が下位のチームメイトに使用させると最大の効果を発揮できます。この時に自分で稲妻を使うと前方の相手プレイヤー1人にしか攻撃できません。6位のチームメイトに稲妻を渡すと相手プレイヤー3人全員に命中させることが可能です。6位のチームメイト視点で見てみましょう。2位のチームメイトから稲妻をもらいました。早速使いましょう。よくできました。敵プレイヤー3人に命中しました。チームアイテムマッチの目標はチームメイトの誰かが1位を取ることです。ニトロを前方にいるゴール間近のチームメイトに渡してブーストさせると有利です。ゴールが近づいてきました。今は4位です。ニトロを使っても1位は難しいでしょう。ニトロを2位のチームメイトに渡せば仲間が1位になる可能性がぐんと高まります。2位のチームメイト視点で見てみましょう。4位のチームメイトからニトロをもらいました。ニトロを用いて相手を追い抜きましょう。よくできました。1位を獲得しました。チームの勝利です。ブレーキボタンを離します。前方にトルネードを作ると敵味方の区別なくプレイヤーを巻き込みます。前方の敵が狭い道路に入った時に使用すると命中率が大幅にアップします。前方の道は広く相手は簡単にトルネードをかわすことができます。今すぐ使う必要はありません。前方の相手が狭い道路に入りました。早速トルネードを使いましょう。よくできました。